エマスのヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけどもお便り来てます。はいラジオネームハギオドンハキアトン金さん村上さんこんばんはこんばんは王様のブランチ見ましたなんでなんで笑ったいや変よな変よ変よお昼に出れるんやなって思った笑うとこちゃうよエマスがお昼の番組に馴染んでいてニコニコしながら見ちゃいました。 ただ、一箇所だけスタジオがざわざわした場面がありました。はい、箱根神社にて何をお願いしたか聞かれた、えー、村上さんが、うん、金運アップしてほしいし、家内安全とかもあるし、恋愛運も欲しいといった場面です。<laughs> はい。結婚してるよねとざわついてました。<laughs> 村上さん、地上波でもアバ始めたんですか <laughs> <laughs> 確か,にかなり安全の次に出る言葉ではないよね。ほんでその横で多分私が突っ込んでへんのもやばいよな。うん、慣れすぎて。違<う>あば<の>慣れしすぎてさいやこれはいっぱい、うん、その欲望に満ちあふれてるっていうことを言いたかったのに欲しいって言っても出るから。<laughs> <laughs> これ邪念が多いって意味やろ排除せねばの意味で言ったってことやな。<laughs> 排除せねばというか、うん、願い事多いやろっていうツッコミが欲しかっただけ。うん、あーよくうまみれやなーって言ってたけど、逆のこと言ってるかなり安全か<の>恋愛運。すごいこと言ってるね。<laughs> <laughs> どうなんですか地上波のでも <laughs>、あんま始めたんですかそのてい 宅配始めましたの勢いで言うてるけど。このなんかじわじわとじゃじわじわとアバがその浸透していくんやったら行きたいですね。地上派でも。行けるとこまで行こうか。はい。これはそうですよね。確かにそう思う。行け行けてるん。全員が意味わからないながらもそのキャラを確立していくみたいな。まだかつてないキャラですかこれ。えいやないでしょ。あるわけないやん。 <laughs> あるわけないし、うんうん、もう、それこそ、水田を見た人の層とかも、もう、格好の叩く絵じき。あいつ。あんなこともやりよるし、アバやし、ないや、出す価値なし <laughs> 共演者食いたいのギャグ作ろうかな。<laughs> <laughs> 一番言われんで、だから、おもんないくせに、女売ってやがら、うん、セットなって。<laughs> あいたたった <laughs> でかい塊になって、うちらの頭の上にのしかかるから <laughs> えー、ラジオネーム、大分県の竹志島県。か野さん、村上さん、こんばんは。こんばんは。息子がついに、エマストのトリコになりました。<お>5月27日は、正、え、午、ー、の息子の誕生日でした。<お>金曜日ですし、夜更かししてもいいよ。うん 取りためていたバラエティ番組を見ることに。うん、まずはベストワン。最初は村上さんの三つ編み体操服姿で爆笑。<笑>その後も展開されるお二人のコントに終始爆笑。終わった後、俺もちゃんと野菜食べよって言ってました。かわいい。続いて水曜日のダウンタウン。えーうん、つかみからもちろん彼の笑いは徐々にヒートアップし、うん、最後のオチでは、ヒハーと <laughs>、親も聞いたことないおたけびをあげて大喜びしていました。<laughs> 息子の誕生 日にエ a マスのネタを通じて新たな絆を感じることができこれほど嬉しいことはありません、うん、人生で4番目くらいに幸せな夜でした4番目えー、なんかハマったんですね <laughs> まずはおめでとうお,おめでとうですね誕生後 <laughs> なんや、うん、もうあれじゃないこう知り合いが出てるぐらいの感覚に なってくれてるんかもしれへんの。<ー>うん。な、そんな全部が全部わかる。うんうん、でも思うねなんか、これも言ったかもしれんけど、い,いつか。で、その当時笑ってたことって、うん、別に理解して笑ってたわけじゃないけどさ、ずっ と小5小6ぐらいの時にブラックマヨネーズさんがティーボランのネタやってたけどティーボラン全く知らんかったけどっ笑ってたしなんかそういうのあるよね、うん、そっちがおもろいと思って出してるものが映るっていう時はありますからねえと。<laughs> 全国民が彼みたいやったらええのにね